はい、皆さんこんにちは、愛の選手でございます。さあ今日はね、オムライス作り全員一と言われた俺がオムライスちょっとパパって作っていこうと思います。いや、普段僕はね、料理を全くしないんですけど、なぜそのね、僕がオムライス作り全員一と言われているのか、今日はそこをね、お見せしたいと思います。まずは素敵な選手紹介から行ってみましょう。鶏から産み落とされた奇跡のひとしずく、たまご選手、イエーイ。俺を切ったら、泣かせて返す倍返しでは玉ねぎ選手、純白の色白美人残り物えのきだけ選手、イエーイ。そしてまさかの変化球、ツナじゃねえ、カツオブレイク先輩、イエーイ。そして奇跡のとろけるアクセント、とろけるミックスチーズ選手、イエーイ。そしてあの世界的アイドルピカチュウも、ピカチュウがこよなく愛したケチャップ選手、イエーイ。大まかのメンバーはこちらで今日はお送りしたいと思います。さあまずは玉ねぎ、こちら切っていきましょうか。玉ねぎの、皮もね、剥くの久しぶりですね。じゃあ玉ねぎ剥いていく前に、皆さんはね、玉ねぎ、いい玉ねぎの見分け方知ってますか？いや、せっかくね、この動画を見てくれたんなら、もう勉強して帰ってください。まあ、いい玉ねぎの見分け方は、まずはね、なるべく球体に近い、丸いものが良いと。そしてね、ヘタのところを押して、なんか沈み込まないやつ。玉ねぎっていうのは大体上から腐ってくるんでね。まあ、そういうところを見ていただけたら、まあ、あとはね、しっかり針があるとかね。そういうものを選んでいただけたら、ま、間違いないと。まず玉ねぎって、ヘタ切って、で、こっから剥いていくんじゃなかったっけ？今日はね、一人なので、小さめのものを使用してます。なんかこうやってさ、カメラ映ってるか、ここで。こういう感じじゃなかったっけ？玉ねぎの剥き方って。いや、料理はね、多分もう、俺一人でやるってことは多分2年ぐらいしてないので、今実家暮らしなんで、親が全部やってくれてるんで、もうキッチンに立つことすら、久しいみたいな。そんな感じですね。OK。こんな感じでしょ、玉ねぎ。なんか汚ねえな。汚ねえな、なんかだいぶちょっともったいないけど、でも外側の皮はあんまり美味しくないから、剥かないといけないんですよ。うわ、目が痛い。うわ、目が痛い。こんな感じでしょ、割とうまおなんだが。あ、割とうまいっすね。玉ねぎきれいに剥けましたよ。さすが愛の選手。オムライス作り全一の男、玉ねぎを剥かせても全一か、これは。で、まあ、剥いたら切っていくと、半分にして、まあ、玉ねぎ、オムライスだから、みじん切りでいいでしょ。みじん切りって、どうやんのこんな感じで、切っていけばいいでしょ。あ、なんか、包丁を使うときは、猫の手とか言われるけど、俺は、高校時代とか料理の、なんだろう、日本料理屋でバイトとかしてたけど、猫の手でやったことはないね。こんな感じでしょ。こんな感じで、あとは、かき集めて、こんな感じで、いいでしょう。意外とできるんじゃないですか、愛の選手さん。さあ、玉ねぎをみじん切りにしていく。その包丁さばき、まるでマシンガンのごとく、愛の選手選手。これは、目が痛いけど、残り物には服があるということで、使いかけのえのきだけですね。こちらも使っていこうかなと。ということで、こちらもえのきだけ、もうこれもほどくだけだな。で、えのきだけって入るか、オムライスに。まあ、なんでもいいじゃん。てかね、ピーマン入れたかったんだけど、ピーマンがね、家になかった。買ってこいって話なんだけど、いや、寒い中外出たくないんで、僕は。もうゆとりなんで。あ、でももうこれだけか。これだけになっちゃうな。そうすると、野菜系。まあ、ツナも入るし、これでいっか。我が槍を恐れるな。この炎を超えることを許さん。トール当天達。ワルキュリア。よし、こんな感じでフライパンを温めていきましょう。さて、フライパンも温まってきたところで、ここで奇跡の料理人、愛の選手シェフが投入するのはただの油じゃねえ。オリーブオイルだ。さあ、そういうわけでね、我が家ではね、
あの俺のわがままにより俺の一方的なわがままにより料理ではね全てオリーブオイル、使用してもらっていますと、ママにねオリーブオイルがいい、僕オリーブオイルがいいよっつってね言ってます。あのちなみにエクストラバージンオリーブオイル、これ普通のオリーブオイルなんですけど、エクストラバージンオリーブオイルってあるじゃないですか。あれを例えば加熱用でこういう風に使用してる人いたらそれは間違いですからね。言っとくけど、言っとくけど、それはじゃカメラの前失礼、それはねもう間違いですからね。あのエクストラバージンオリーブオイルっていうのはサラダとかなんか生のものにそのままかけるものであって、加熱で使用するものではないはず。間違ってたらごめんなさい。だから加熱、こういう風に炒め物とかするだけなら普通のオリーブオイルを買ってくださいと、そういうわけですよ、そういうわけですよ。さて炒めていきます。玉ねぎが飴色になるまではやりすぎなので、ほどほどに。てか野菜やっぱ少ねえな、ピーマンとか入れたかったんだけどね。てかえのきだけほぐれてね。よしよしよし、ここにそうだ、ライトツナ先輩を入れるんですけど、こうカツオ、家にあったのがたまたまツナじゃなくてカツオフレークだったんですけど、僕の場合はこれをね、こういう缶詰とか開けるときにこう爪がひっくり返る感覚が嫌いなんで、未だにこれマイナスドライバーでこうやって開けてますね。こうやって簡単にこうやって開けてますね、家だと。だから缶ジュースとかあるじゃん、缶ジュースとかもね、最悪硬いやつは友達とかに開けてもらう。一人だとまず飲まないですね。そこらなんか出かけた時とかにもうこれ硬いなって思ったら俺友達とかに開けてもらいますね。わかる？誰かわかんないですかね、俺と同じこの気持ち。分かってよ誰か。いやなんかね、爪がひっくり返るね、あの感覚がね嫌なんですよね。こんな感じで炒めていきましょう。そういえばなぜなんか肉じゃなくて魚、ツナじゃないや、今カツオフレークなんですけど、なぜ魚を使うかというと、それ単純にね、うちの家庭環境がありまして、うち家族がね肉食わないんですよね。俺は食べるんだけど家族がね元から肉を食べなくて、だからいつもなんか肉の代わりに魚肉ソーセージとか入ってたんで、なんか俺もその影響で家に今肉と呼ばれるものがおおよそなくて、まあ、あるのがツナだけだったんで、今回はツナで代用しちゃっただけで話で、でもツナで作ってもね多分全然美味しいと思いますよ、これ間違いないっすね。こんな感じにね炒まってきたところで、ここでね先にケチャップを、ここで先にケチャップを入れてしまうという感じですね。先にケチャップを入れた方が多分ねご飯がねべちょってならないはず。こんなもんか、入れすぎか。これねオムライス作り全一のね俺の、普段料理しないけどなんでオムライスはこんなに分かるかっていうと、2、3回作ったことがあるっていう、昔ただそれだけの知識なんですけど、まあ2、3回で全一に、2、3回でオムライス全一になってしまうこの愛の戦士さん、すごい。もううぅうぅうぅ飛ばね、全然飛ばね。まあこうやって混ぜていきますと、こうやって混ぜていきますと、まあこんな感じでいいんじゃないでしょうか。なかなかいいんじゃないですか、愛の戦士さん。あ、おじき様一緒にお願いします。おいしくなーれ、もえもえきゅん。オムライス前日の愛の戦士さんのオムライスの、食べての感想、こちらをお聞かせください。スペシャル前日オムライス、こちら星。